アウグスト・フリードリヒ・ホン・シュペルケンは、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定校領の元帥である。7年戦争において指揮官を務めた。アウグスト・フリードリヒ・シュペルケンの家族は、ツーシェンドルフーンとベンデビッシュ家に出自を持つ。彼の父親、ゲオルク・フリードリヒ・ホン・シュペルケンはハーブルクの代官で、母親のアンナ・エリーザベート・ホンデア・シューレンブルクは、ベネツヤの元帥。 ヨハンマティアス・フォンデア・シューレンブルクの娘であった。綿密な教育を受け、科学への取り組みを好んで育ったシュペルケンは1715年、第3、ガウェイン不評連隊の順位として軍部につき、1716年に、少位に任命され、ハノオーバーのこのレ連隊に配属されると、ンコに大いに軍歴を助けられつつ、早くも1733年には中佐に昇進した。 軍事学における自身の理論上の知識を遠征への参加によって補おうと望んだ彼は1734年から1735年、ポーランド継承戦争を契機としてライン側の一帯で発生した軍事衝突に際し、ポンピエタン章省の指揮下に同地へ派遣されたハノー・オファー軍への参加を志願する。その後、講和が締結されると故郷へ戻った。 オーストリアの継承をめぐる戦争は1740年、自ら参戦する機会を、シュペル県に初めてもたらした。1742年には大佐に昇進し、不評連隊の指揮官となる。この年、同連隊を率いて、いわゆる国事軍がフランスに進撃するための削減地となっていた、ブラバントへ向かうと、イギリス国王ジョージ2世が自ら指揮を取るようになった。翌年の初めには、 マインガー一帯に展示、6月27日にデッティンゲンの戦いに参加する。その後、この戦争において、ハノーファー軍はネーデルラントに配置され、シュッペル県も1748年までそこに止まった。そして自身の連隊を引き、フォントノワロクートラウフフェルトで戦っている。フォントノアの戦いで胸部を貫通した銃弾は、 戦場から離れた9ヶ月の療養生活を彼に強いた。六湯では三段によって首に座礁を負う。1745年には左官と将官の間にある階級、巡章に就任し、1747年には少々に昇進した。1748年10月18日には役が結ばれると、シュペル県は指揮官の連帯と共に司令部の中屯地。 ミュンデンに帰還する。彼は1729年にキールマンスエッグ伯爵家から妻を迎えたが、彼女は1731年に唯一の息子を産んだ時、亡くなった。なお1755年に公主館参事官として没した、この息子の家庭教師として、1741年から1742年の間、後の アップとイエルザレムことヨハンフリードリヒビルヘルム、イエルザレムがハノーファーにあったシュッペルケンの邸宅に滞在している。ライン側とブラバントにおけるオーストリア継承戦争の戦役について、シュッペルケンはフランス語の日記を記した。その題名は、ハノーファー王立砲兵旅団の図書館の目録に見られる。ブラウンシュバイクリューネブルク家の文書館は8巻あった。 この日記のうち、五巻を収蔵している。1711年に生まれた彼の弟、モーリッツ・アウグスト・フォン・シュペルケン男爵は、ザクセン選定公領へ大佐として転死し、七年戦争の勃発時には高級副官たる少将となっており、1756年10月16日には、プロイセンのハンスカール・フォン・ビンターフェルト中将と協定を結んだ。これに基づき、 ケーニヒシュタイン要塞は以降終戦まで中立を宣言している。このほか、彼は旧社長並びに無前にも認じられた。7年戦争において勤続年数と共に課せられた職務はシュペルケンにより大きな権限をもたらした。戦争が始まると間もなくハノーファー軍の士官の中で最古参となったためしばしば大規模な部隊を自ら指揮することになったのである。 彼がそのために必要な能力を備え、直面した課題に、いつでも対応できたとは言えない。戦場で示した働きには、時として、改善の余地があった。しかし、課せられた、他の任務において、不手際を示すこともなかったのである。最高司令官、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、フェルディナント大将の新任厚い秘書官、フィリップ・ホン・ベスト・ファーレンは、 公の指揮下に配された書章のほとんどに非常に適厳しい評価を下しているが、その著書、ブラウンシュバイクリューネブリュク公、フェルディナントの戦役の歴史で、シュペルケンについても敗北したものと書き、彼の雑談に言及している。またベスト・ファーレンは、シュペルケン少将や、クリストフルード・ビヒホン・オーベルク少将について、一方は、他方と同じくらい悪いが、これまでに、 オーベルクがシュペルケンよりもマシであることが明らかになった。と記述し、1758年5月にシュペルケンが序列争いの末辞職を願い出た際に国王がそれを認めなかったことを遺憾とした。またフリードリヒリートエーゼル中佐は、デトモルトからブラウンシュバイク公に宛てた1761年7月4日の手紙で世界で最も誠実な男と書き、 しかしその様々な助言、報告や話し方は混乱を招きます。と付け加えている。プロイセン国王フリードリヒ2世が配下の諸将の何人かにしたように、ブラウンシュバイク公もシュッペルケン少将が独自の判断を下す必要に迫られた際、何度も若い士官をそばに控えさせた。例えば自分の副官であった少尉で、後に少佐となるビューローや、 ビューローが1761年の秋に没して、以降は、ゲオルクヨシア・ドゥ・プラ公平中佐がその役目についている。1754年に中将に昇進していた、シュペルケンは、早くも7年戦争の敵対行為が始まる前、ゲオルク・フリードリ・ヒホン・ゾンマーフェルト大将を率いる、軍団に敗され、予期される、フランス軍の上陸に備えて1756年に、イギリスへ渡った。 1757年の初めに帰還して間もなく、ヨーロッパの北西方面で戦争が勃発する。同年前半の推移は、非常に不利であった。総司令官、カンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスは、ハステンベックの戦いの後、指揮下の軍をブレーメン方面へ交代させ、そこで、クローステル・チェイフェン協定を結ぶ。その締結は、シュペルケン率いるハノー・オファー軍が遂行した。 ジョージ2世はこれに同意を与えることを拒み、カンバーランド校を解任すると敵対行為の再開を命じる。下でに集まった大臣たちは、そのために取るべき方策を協議することになった。その話し合いには、クリスティアン・フォン・ザ・ストロー少将とシュッペルケン中将も招集された。ジョージ2世から最高司令官への就任を要請された。 ブラウン・シュバイク公・フェルディナントが11月23日に到着すると、これらの方策は急速に精力的な実行へと結びつくことになる。ブラウン・シュバイク公が提示した戦闘序列において、シュペル県は第2集団の指揮官を務めることとされた。そして公が主導した最初の作戦であるセレの敵陣への攻撃にあたって彼は様々な任務を自ら巧みに遂行した。 1758年2月に開始されたラインガー方面への進撃では、ブラウンシュバイク校も同行していた右翼集団の指揮を託され、徒化後は軍団の再編命令に伴い13個大隊と16個、騎兵中隊を要し、3個師団に分かれた左翼集団を率いることになる。6月8日にはレースで指揮下の部隊と共にラインガーを渡った。そして、6月23日には、 クレーフェルトの戦いに参加する。シュペルケンは軍団の左翼集団を率いた。ここで彼があまりにも策定されていた攻撃計画に関わり、精力的に介入しなかったことで、いずれにせよ達成された戦果以上に勝利を完全なものとする努力を怠ったという非難は正当であると言える。それでも夏の間に彼は不評代償に昇進した。 シュペルケン大将の部隊配置を示した民伝の戦いの地図。1759年の戦役が始まると、ブラウンシュバイク公は、軍の主力と共に、ヘッセンへ向かうとともに、小さな軍団を託し、シュペルケンをベストファーレンの守備に残した。しかし、栄光の一戦となった民伝の戦いでは再び、主力軍に合流しており、8月2日に、ブラウンシュバイク公が特に、 尊敬と感謝を捧げた指揮官の一人には、シュペル剣も挙げられている。彼が指揮した第三集団には、その勇敢な戦いぶりを、フランス側のコンタードコールイ・イジョルジュエラス・ム元帥も、私は見たこともないものを見た。一列の不評が、戦闘体系を整えた三列の騎兵を突破し、打ち倒したのである。と報告書に記して認めた、初代隊の多くが属していたのである。その後、 シュペル県は、ヘッセンにおける、軍事行動に参加し、15個大隊及び16個、騎兵中隊と共に、投影のためミュンスターラントへ撤収した。1760年、シュペル県に課された任務は、ベスト・ファーレンの保持、ベーザー・カーシモ流域の守備並びにイギリスとの連絡の維持であった。その年の末には再び22個、大隊、22個騎兵中隊、砲四44門。 軽装部隊4000名合わせて2万4000名から構成される小さな軍団を託される。彼の傍らにはブラウンシュバイク校の高級副官ビューローがついた。彼の助言に従いブラウンシュバイク校はシュッペルケンに当てた長い訓令の中で防戦に徹する判断を委ねている。校はビューローをそばに置いておきたかったが信頼できるものをシュッペル剣のもとに残すのは 絶対に必要なことであるとした。この時、彼は、ヘッセンにおいてマイン側の一帯から進出してきた、ブロイコーと対峙していた。そしてブロイコーが、ライン側方面から来たサンジェルマン白爵中将との合流を果たすと、シュペルケンは、再び主力軍へと呼び戻される。そして、バルデック工領のランダウでこれに合流した。その後はシュペルケンも参加した。 犠牲の多い戦いが何度も繰り返された。その一例としては、特に彼とブラウン・シュバイク校を制し、カール・ビル・ヘルム・フェルディナントが7月31日に、バールブルクの戦いで手にした勝利が挙げられる。これによって、ブラウン・シュバイク校は、ディーメル側の戦線を保持できる見通しが立ち、シュペルケンは、同地で、第一集団並びに、軍の主力を指揮することになった。 続いて11月の末、ブラウンシュバイク公がゲッティンゲンに進撃すると残された軍団の上級指揮権を託されている。その間、特筆するようなことは起こらなかった。1760年から1761年にかけての冬、シュペル県は亡くなったゾンマーフェルト大将に代わって、このエレンタ隊の連隊長に任じられた。そして1761年の戦役は、 プロイセンのフリードリヒビルヘルムフォンズ・ユーブルク少将と共に2月15日、フランスザクセン連合軍に対してランゲンザルツァで挙げた勝利と共に始まった。この戦いは、ブラウンシュバイク港が敵軍をヘッセンから駆逐するべく遂行した一連の作戦の一環である。しかしこの計画は失敗したため、軍団はディーメル側とベーザー側の戦線に戻った。戦役が最初から、 仕切り直しとなったのは、6月に入ってからである。シュペル県に1万3000名を託して残し、ブラウンシュバイク港は、ベストファーレンへ向かった。7月にはシュペル県もそちらへ向かったが、フィリングハウゼンの戦いには参加していない。その後、彼は再びベーザーガーの一帯で指揮を取った。ここでシュペル県の下に配されていた。 ブラウンシュバイクリューネーブルクのマンスベルク将軍が9月13日から14日にかけての夜、ノイハウス、イムズ・オリンクにおいてフランス軍に襲撃された。ブラウンシュバイク公は命令をあまりにも言葉通りに受け取ったとしてその攻めをシュッペル県に問い名誉を傷つける形で彼に対し不満を表明する。これを受けてシュッペル県は自身を戦場における。 さらなる任務から解く、洋国王ジョージ賛成に願い出た。その請願の理由として、一方的に本来受けるに値しない避難を浴びた上、それが、官房書記を通じて届けられたことを挙げている。ブラウンシュバイク校は彼に、一時的にハーメルニへをもむく、許可を与え、この機に、誠実、率直で、上辺にとどまらない友情を約束した。この判目は仲裁される。 それが、どのように実現したかは、伝わっていない。戦争に関するハノーファーの文書には、勤務への復帰を決めたシュペルケンに、ジョージ3世が満足を表明した10月27日の、書状が残るのみである。実際に彼は11月、ベストファーレンで、東影中の軍の指揮を担うと、翌年の戦闘序列には、主力軍第一不評集団の指揮官としてその名が、記されている。 この軍団が集団で抗軍するとき、その一番目の戦列を彼が率いることになったのである。しかし、ブラウン・シュバイク校は、どちらかといえば特別な戦場における上級指揮権を構成しに託した。6月24日のビルヘルム・スタールの戦いにおけるシュペルケンの行動は、クレイフェルトの戦いに似た非難を浴びる。彼の勢力的な介入の欠如は、ここでも、 自軍の成功が存分に生かされず、戦果が十分に上がらなかったことの原因とされたのである。これは、シュペルケンが参加した最後の戦いとなった。戦争は、年の暮れと共に終わる。11月15日の停戦が、敵対行為に終止符を打った後の12月23日、ブラウンシュバイク港は、シュペルケンに上級指揮権を委譲して、軍を去った。 シュペルケンは1763年の初め、ハノーファー軍を率いて故郷に戻ると、自身が総督を務めていたハノーファーに住居を定めた。1764年、シュペルケンは、元帥に昇進し、イギリス国王でもある、ブラウンシュバイク・リューネブルクセン帝がドイツに展開するすべての部隊の司令官に就任した。この役目は1760年10月12日に、 ゾンマーフェルト大将が没して以降、すでに果たしてきたものである。この職にあって、シュペルケンは後半に影響力を及ぼした。戦争を契機に大規模になった部隊を著しく縮小された平時の状態に移行させたほか、これらの不足を補うべく民兵団を創設している。また戦場で得られた教訓に基づき、1764年に不評向けの 1766年には騎兵向けの強連規則を発行して新しい戦術上の規定を定めた。様々な訓練を通じて砲兵の連成にも力を入れた。さらに予備の軍馬を可能な限り実国で調達できるよう心を砕く。不評と騎兵の運営規定も新たに発行した。1762年にミハエリス修道院で 彼が実現させた士官の家父のための基金、並びに戦没した歌士官の子供に向けた貯蓄銀行の設立も、シュペル県の多岐にわたる成功した業績を物語っている。ハノオーァーのキリスト教会にあるシュペル県に捧げられた作者不詳の母妃。シュペル県は1776年6月12日から13日にかけての夜に没した。その葬儀は7月11日。 豪華に取り行われた。それは、随ヒャート中将が印刷した、葬列の編成と、葬儀委員長のエイインハウゼン博が埋葬の際に、捧げた長字が証明している。彼の墓は現在、ハノーファーのキリスト教会に、某碑は、ンゲ像で墓地の教练にある。1928年、ハノーファーのラーデブルク区に付設された、シュペルケン通りは、元水にちなみ、その名を称えている。 A.B. クラウス・マウィネク、スパーキン、参考文献を参照。防費を参照。第 2A 連帯。ブラウンシュバイクリューネブルク選定考量の連帯の一覧を参照。ヘルムート・チマーマン、スパーカン・ストラッサ、ダイ・ストラスンネマンデアロンディハウプチタット・ハノーバー、初週。ハーン書店、ハノーバー1992、ISBN3 から775261206。 P232 ありがとうございます。